窓の外ではリンゴ売り、声を枯らしてリンゴ売り、きっと誰かがふざけてリンゴ売りの真似をしているだけなんだろう。僕のテレビは寒さで画期的な色になり、とても醜いあの子をぐっと魅力的な子にしてすぐ消えた。今年の寒さは記憶的なもの、毎日吹雪吹雪氷の世界。誰か指切りしようよ、僕と指切りしようよ、軽い嘘でもいいから、今日は一日張り詰めた気持ちで。頑張れ。